伊達常実は、戦国時代後期から、江戸時代前期の武将。仙台藩初代藩主、伊達政宗の重臣で、仙台藩一門、第二席、渡り伊達家の初代当主。父は、伊達実濃元、母は、地元のイボ兄、伊達春宗の娘。明治維新後、家臣と共に、胆ブ国コ空薄に移住して、現在の伊達氏の石を築いた、伊達国重は、 渡り伊達氏、第十四代当主である。永六十一年、忍軍大森城主、伊達実のるもとの着難として生まれる。幼少の頃には、自習の僧、両山おしょうを師として、学問を治めた。天正七年、大森城にて元服。天正十一年、家徳を継いで、大森城主となり、伊達両南方のおさえを担う。天正十三年の一鳥橋の戦いでは、 岳勢が改装する中にあって奮戦して、正宗を逃がす。天正14年9月13日には、大森城から、日本松城主へと移され、丘陵の忍ぶ、伊達陵軍に変えて、足立軍33優の所領を与えられた。同年12月、渡し重宗の長女をめとる。天正16年の郡山合戦では、貨幣で、足名義弘の構成をしのぐ一方で、 大内貞綱を調略して帰算させ、天正17年のすり、上原の戦いでは、突出した敵の側面を強襲して、合戦序盤の劣勢を覆すなど、伊達勢の中核として活躍し、数々の軍港を挙げた。天正18年5月、正宗が豊臣秀吉の小田原征伐に参陣した際には、黒川城に残って、留守居役を務めた。 同年10月に発生した笠井大崎、一騎沈圧にも従軍したが、一騎先導が露見して正宗が秀吉に上落を命じられると、国部森重と共に、ガモウ里への人質として、明城に入った。天正19年、正宗の岩出山城への天保に伴い、上日は、日本末に代わって、角田城主で宗真の丘陵である、幾軍十六家村。 柴田郡に地下村を与えられ、居城を角田城へと移した。文禄元年には文禄の役に従軍。帰国後は正宗に従って、伏見の伊達屋敷に駐在した。文禄4年6月4日、正室、渡り午前が伏見にて病死。同年8月24日には秀次事件に関する、在京家臣団一同の生死に、石川義宗に次いで2番目に署名している。 ところが、その後、伏見にいた常実は突如として、伊達家を出奔し、角田城は、正宗の命を受けた、岩出山城留守教役の八代影りによって接収され、この際に抵抗した常実の家臣、羽田実刑ら30人余りが討ち死にし、常実の家臣団は解体された。なお、常実の妻子が、角田城接収にあたり、 影よりによって殺害されたというのは全くの誤りである。上記の通り、常日の性質、渡り午前はすでに他界しており、この時点で他に妻子が存在したことを示す資料も存在しない。ただ、この事件については不明な点があまりにも多い。まず出本の日付自体に文録4年や秋から慶長3年までの諸説があり、出本先も、 高野さんと相模国カスヤの両説があり、出本の理由についても、家中での席次を石川氏に次ぐ第2位とされた上に、六高も少なくされたことへの不満が原因であるとする説、ひだ事件への正宗の連座を避けるために、権威の内容を自らが被って隠遁したとする説などがある。また軍記物においては、秘密工作実行のために正宗の命を受けて、 出本したと描くようなものもある。慶長5年、関ヶ原の戦いが起こると、上日は、上杉影勝から六高五万国で家臣となるよう、誘われたが、本来ならば、家臣筋の家に仕えるつもりはないとして、これを拒絶した。また出本中に、大久保忠近を介して、徳川家康からも誘いを受けたが、正宗の方向が前により、破断になったという。同年が秋。 伊達政影、片倉か月奈らならの説得によって帰算し、7月の白石城攻めにも石川秋光の軍に属して参加したと言われる。慶長7年12月30日、白石城に移った片倉く月奈に代わって、渡里城に入り、渡里軍のうち23家村、611巻356分を、配慮した。復帰後の常日は、 慶長11年の正宗の娘、五郎八姫と家康の六つを、松平忠てるの婚礼の際の使者や、慶長19年から20年にかけての大阪の神三人、現那8年の最上司会役に伴う、延沢城接取など数々の大役を担う。正宗没後、第二代藩主、忠宗の下でも、家中の長老として、重きをなし、官営15年、前年に、 藩内で発生した洪水への対策費用として、幕府から銀五千貫を拝借した九段の五霊厳性のため、ただ宗のな城として、江戸に赴いた。この時、京王の席において、大腕の軍団を所望された上日は、先導人取り橋の合戦を物語り、ミスを隔てて聞いていた、将軍、徳川家光に感銘を与えたという。 こうした対外的役割を果たす一方で、上実は、所領の開発、復興策を強力に推し進めた。農政面では灌漑設備の充実を図り、12世紀に開かれた旧来の岩地造用水の全面的改修に加え、陸軍東小坂の取水口から、渡り郡派手庭に至る鳩原用水を新設した。また、沿岸部の工作に適さない地域を活用するため、 お鹿郡二渡し浜から義士を招き、鳥の海の周囲4カ所に演田を開いた。後に、歌軍重華村に、計200巻を加造された際には、新井沼浦沿岸にも、演田を開いている。官営21年に行われた、官営総検知の結果を受けての事業再編において一門の、所要の上限は2000巻までに設定されたが、渡り量は算出された間高が、 廃領時のほぼ倍額に達しており、2割で身をかけて、旧基準値の6分のこのに減らして計算してもなお2000を超過したため、表面上は数をながらも逆に、事業地の一部を就航され、渡り軍のうち23カソ宇歌軍のうち10カソ伊久軍のうち1カ村、伊沢軍のうち2カ村で、計2000とされた。なお、常日の代に実施されたこれらの施策によって、 上日没後も、神殿開発はますます進み、渡り伊達氏の最終的な表高は2435巻302分にまで、達した。正法3年2月9日、養子、胸ザに家徳を譲り、同年6月4日に死去、去年79、墓所の大雄寺にある、伊達上日玉屋は昭和49年に三本玉屋、実行寺玉屋と共に、 渡り町指定文化財となり、昭和54年には、伊達城日玉屋が、宮城県指定有形文化財となった。明治12年には、遺徳をしたう渡り軍民の呼びかけにより、渡り用外本丸跡に建てられた渡り神社に、竹幸ち命として祀られ、城日は、今もなお渡りにおいて深く敬愛されている。兜には毛虫をかたどった前立をつけていた。これは、 決して後ろに退かないという毛虫の修正にあやがったものだという。この毛虫の前立は現存する小糸い五枚道具族と渡り鳥の太夫寺木造合中像で確認できる。正宗木によれば、一鳥橋の戦い後、渋川城に投留していた折に近所が誤って鉄砲用の火薬箱の中に火を落としてしまい、城が全焼した。この火事で、常日は、 右手の指がすべてくっついてしまうほどの大やけどを負い、生涯そのままだったという。悲惨後は、正宗との関係も良好であったようで、正宗から上実への、別に用はないが、この頃会っていないから、手紙を書いたという内容の書状も残されている。伊達伯爵家の家父、佐久並清良は、著書、東藩志向の中で、上実人、隣秀樹大略あり、 一自由部無双とゴースと評している。2018年7月22日、常日の生誕450年を記念して、すり、上原の戦いを題材としたのを、すり神が北海道なでしにて上演された。ありがとうございます。